巨大マゼラン望遠鏡、ラスカンパナス天文台巨大、マゼラン望遠鏡とは、ハップル宇宙望遠鏡の後継機にあたるジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡との連携観測を主目的とした、超大型地上望遠鏡である。近年、ある天体を宇宙望遠鏡と地上望遠鏡との連携により観測するという、天体観測の手法が主流となった。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡も、 例外ではなく、地上望遠鏡との連携観測が行われる。高性能な宇宙望遠鏡との連携には、その宇宙望遠鏡に見合った、高性能な望遠鏡が必要である。そこで、高性能宇宙望遠鏡に見合った性能の、超大型地上望遠鏡の開発計画が、相次いで発足している。その中の一つ、GMT 計画は、2000年より観測を開始した。 マゼラン望遠鏡の時代を担う望遠鏡の開発計画である。主鏡は8.4メートルの円形の鏡を7枚組み合わせた合成鏡である。合成有効光,光景は24.5メートル。開口面積は368平方メートルとなり、分解能はハップル宇宙望遠鏡の10倍となる見込み。大気の揺らぎを打ち消す保証工学の役割は副鏡が担っている。 観測波長は大基礎により吸収されにくい菌、中間赤外線であり、宇宙望遠鏡との連携などにより、ブラックホール、暗黒物質、原子惑星、初期の宇宙などを調査するのに使用されると考えられている。2005年には主教のうちの1枚の製造が始まり、2007年には地理共和国のラスカンパナス天文台に建設されることが決定された。 2021年に試験観測の予定である。巨大マゼラン望遠鏡プロジェクトは、以下の主要な大学や科学機関からなる国際共同事業体で構成されている。AB オーバービュージャイアントマゼランテレスコープオーガニゼーション2014年11月21日閲覧 GMT Partners ジャイアントマゼランテレスコープオーガニゼーション2014年11月21日閲覧ありがとうございます。